熊谷バイパス。熊谷バイパスは、埼玉県河野寿司から、埼玉県熊谷市までの約 18km の区間を結ぶ、国道17号のバイパスである。三田交差点、玉井 IC 本線部。三田交差点、玉井 IC 側道部。玉井 IC 久保島交差点。熊谷バイパスは、深谷バイパスとの分岐点である、多井インターチェンジを境として、 大きく2区間に分けることができる。原道と交わる三田交差点を境にして、国道17号バイパス、上尾道路へ直結し、途中新大宮バイパスへと変わり、原道に接続せずに、東京都まで直接乗り入れる計画であるが、上尾道路は、桶川北本 IC から三田までの間が、未開通である。三田交差点から、玉井 IC までの区間は、 片側に車線化が完了しているものの、複印が50メートルとなっており、上下線の間の中央部に、大きな道路用地、中央分離帯が用意されている。この部分を通る道路が、本来の本線、4車線、地域高規格道路熊谷渋川連絡道路で、これは新大宮バイパスとあげオ道路の自動車、専用道路本線、地域高規格道路新大宮あげオ道路と、 接続される計画出る。すなわち、この区間における現在併用中の道路は、正式には速道に相当する。ちなみに、以前の暫定4車線から暫定2車線へ、合流するための急連落路や一時的に工事で、使用した迂回線などの跡地が、本線用地内に放置されている。しかし、都市計画決定からすでに約45年、経過しており、 沿道の自治体3市で、本線事業化早期実現の要望を行っているが、本線の着工は未だ白紙状態である。本線事業化の見通しは立っていないものの、管轄である、国土交通省関東地方整備局、大宮国道事務所では、本線用地を活用して、以下のような暫定的な渋滞、安全対策を実施している。 三田で県道から分かれた熊谷バイパスは下り線側に埼玉県を広域消防本部、上り線側に本線用地とその先の工業地を見ながら上下線が左右に分離し本線用地を挟み込む。この付近には田園地帯が広がっている。河野市道のフラワー通りと交差するとすぐに元荒川を渡って行田市に入り、 行田南産業団地が左右に広がり、その直後に上越新幹線の高架を潜る。その先は再び田園地帯が広がる。武蔵水路と埼玉県道306号、上中森高の線を高架で越える。上中森高の線とは連絡線を介した立体交差になっているが、連絡線には武蔵水路の橋梁は設置されておらず、上中森高の線と 熊谷方面間のみの行き来ができるようになっている。行田市街の南側をかすめて進んだ熊谷バイパスは、カインズモール行田を右手に見ると、住宅地を通過し、再び高架となりつつ、上下線が集約し、埼玉県道128号、熊谷羽生線別線、旧国道125号と、七鉄道秩父本線を越える。 秩父本線が近接しているため、特殊な構造になっているが、熊谷羽生線別線とは、各方面フルアクセスが可能な持田インターチェンジとなっている。持田 IC を過ぎると、再び上下線が分離しつつ田園地帯となり、熊谷市に入る。国道125号行田バイパス、県道と県道熊谷羽生線、本線振動が交差する上の南交差点を境に、 再び住宅地に入る。特に、下り線側の熊谷市街側に住宅が密集している。住宅地沿いにしばらく進むと、柿沼小江塚立体となる。ここから、玉井インターチェンジまで上下線が集約したまま降下、もしくは森土の上を進む。柿沼小江塚立体の側道が合流した後は、東部熊谷線や土地を越えて、再び側道が分岐し、国道407号。 江沼バイパスとの立体交差となる。国道407号を越えた後、下り線は立体交差からの速度が合流すると、200メートルほどの短距離であるが3車線となり、そのまま速度だった外側の車線が、玉井インターチェンジの久保島方面へ通じ、元の2車線は直接、深谷バイパスへと乗り入れる、起点。一方、上り線の久保島方面からは、 立体交差の速道にしか入れずに、国道407号との平面交差が必須の構造となっている深谷バイパスからは偏れる。この区間は自動車専用道路の計画はなく、開通済みの一般道路が本線である。こちらも本来は4車線の計画で、用地も確保されているが、玉井 IC から分岐する深谷バイパス及びその先の上部道路開通に伴い、そちらが 主流のルートとなっていることから、この区間は交通量も少なく、用地中央を使用した暫定2車線のままとなっており、外側の4車線開用地には自転車歩行車道が整備されている。玉井 IC からは店舗も立地していない田園地帯を抜けて、久保島の終点で県道と合流する。この久保島付近から深谷市方面へは、籠原地区の市街地、住宅地が始まっている。 平日24時間交通量、平成17年度道路交通センサス。東京方面上げ尾道路、事業中、大宮バイパス、熊谷バイパス、深谷バイパス、本庄、高崎、前橋方面。実際には、玉井 IC において、河野市、三田方面と深谷バイパスが直結しており、熊谷市、久保島方面は、支線のような形になっているが、 ここでは一体化して表記している。東バイパスが開通したものの、国道17号原道のうち、熊谷警察署前交差点で、国道140号、国道407号目沼バイパスと交差しており、交通量が多く、熊谷警察署交差点の前後1から 2km 程度は渋滞していることが多いようで、熊谷市が主導で原道の渋滞対策を行っている。 メヌマバイパス、メヌマバイパスと東松山、入間方面の接続についてを参照。都市計画道路としての熊谷バイパスは、実際の国道指定とは異なっている。二つに分けて指定されており、河野市、三田の起点から、玉井 IC を経由して、深谷バイパスの上部 IC 間を一体化して、熊谷渋川連動路本線も込みで、 熊谷バイパスとしており、玉井 IC からの終端区間を別番号の熊谷バイパスとしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。